外見的なこのグリップっていうのは減速します。それを自ら減速しているというふうに捉えるのはちょっと危険です。はい、タスゴルフいつもご愛顧いただきましてありがとうございます。今日もゴルフサイエンスの世界をお届けできたらと思います。はい、今日はちょっと視聴者さんからの質問というか、はい、僕も気になった質問があったので、はい、ちょっと投げかけたいんですけれども、ダウンスイングからこうインパクトにかけて、はい、まあ、引くじゃないですか。はい、その後ってこう引き続けるのか、なんか止めて加速させるのかとか、なるほど、このインパクトあたりのこのクラブヘッドのこの走り方、はい、についてこう、まあ、グリップのどう自分たちは動作をするのかみたいな、なるほど、まあ、気になる方がめちゃめちゃいい質問ですね。いい質問だなと思ったので、はい、ぜひ聞かせてください。はい、チャンネル登録お願いします。このテーマはですね、おそらく引き続けるというプロセスの中でダウンに入ってクラブのヘッドが前に出ていくときに果たしてグリップが減速するのかさせるのかあたりの話だと思うんですね。これをいわゆる今までの、まあ、ゴルフ教育とかではですね、基本的に左の壁をとか、あと、まあ、場合によっては極端に腕を止めなさいみたいな人もいると思うんですけども、そのような形で表現されていたということだと思いますけども、じゃあ例えばね、そういう視点に注目して、じゃあ小林くんにこのショートホール打ってもらって、どんな感覚で自分はやってるのかというか、一旦フィードバックしてもらおうと思います。はい、わかりました。はい、よいしょ、ちょい右サイドだけどもう楽勝ですね。 OK です、ありがとうございます。 OK です。今の感じとしてはどんな感じ？今の感じとしてはもう本当にここから、はい、うん、吸って、はい、終わりなんですよ。例のやつですね。はい、そうです。ここにインパクトバッグがあったら持ちすぎですね。そうです、はい、ここで打って打ったらなんかもう気持ちいいインパクトができて終わってるっていう。じゃあもうそういう感じなんだね。もう要するにこのフォローサイドの方、はい、ことはほとんど感覚にないですね。正直このインパクトとかフォローの感覚はなかったです。なるほど。実際ですね、上級者になってくるとこの感覚です。すなわちもうこの切り返しから P4 と言いますね、切り返し、そして P5 のところのあたりで全てスイングが終わってる感じですね。そのプロセスの中で小林くんはこの右斜め前に持ちつけあるお餅を持ちつきすると、うん、いうような感じでスッと出したら、あとはもういつの間にかに、フィニッシュしてるという感じと、まあそんな感じですね。だから今そこだけフォーカスして感じようと思ったけども、やっぱりそういうことだったってことですね。そうですね、はい、はい、で ただなんか、はい、すごくその質問というかこのテーマ気になるんですよ、うんうん、っていうのもやっぱこうラインを出そうとか、はい、ヘッド加速させようってなった時に、はい、やっぱり僕自身前意識してたことがここでこう、うん、ヘッドを加速させるために、うんうんうん、これグッて止めて言ってたことはやっぱりあったので、はい、なんかすごくわかるなと思って。あ、なるほどなるほど、了解です。でこれもですね、いわゆるそのエネルギーに対するまあ外見の結果なんだけど、やっぱりそれはその時の体のバランスとかによって違うんで、これだってことはないんですけど、一応メカニズムはどうなってるかというとちょっと説明しますね。はい、はいはい、ちょっと、分かりやすい説明ができるかどうかは別にして、ちょっとトライしてみます。まずゴルフクラブの扱い方、すなわちスイングというのはですね、この二重振り子と言われます。この二重振り子というのはこのゴルフクラブ側の振り子、これ第一振り子ですね。それここが第一視点になりますけれども、それに対して腕があるわけですね。腕も振り子するわけです。これが第二振り子で、ここが第二視点ということになりますね。で、まあ両手で持った時の感覚的にはこの K2 にあたりというふうに思ってもらっても結構です。クラブ目線はこちらですね。そういう二重振り子がどのように機能するかというとですね、すなわちこのテイクバックの時に、このガンマホース、グリップエンド方向へしっかりと直線運動エネルギーを出していく。そしてその後にクラブがですね、どんどん偏重心特性で前に出ていく。その時にはですね、ここの第一視点の先の振り子が大きく動いていくということになります。
で、これを全体のもうフルフルスイングのモデルでどのようなことになってるかっていうことをちょっと説明したいと思います。ちょっとうまく説明できるかどうかわかりませんけれども、例えばですね、この二重振り子になっている腕の部分の振り子がこの短めのこのゴルフクラブだと仮定していただいて、そしてこの先にあるクラブはこちらの赤いクラブですね、いうふうに仮定していただいて、そしてこの、二重振り子がどのようにフルフルのスイングでは動いていくかというとですね、まあちょっとここまでクラブが行っちゃうことはないんですけども、こっからですね、このボールに対してこのクラブを動かそうとしたときにですね、ここの腕の視点、ここっていうのはですね、このように動いていくわけですね。ってことは、角度がどん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 変わって、円運動していくということですね。この角度の変わるスピードを角速度と言います。この角速度の変化はですね、実はあまり変わらない一定なんですよ。こういう角速度です。いきなりこっからこう急に速くなったりとかそういうことはないわけです。基本的にここはあまり大きく速度は変化しないというところになって、しかもこの二重振り子のこの第二視点のこの部分というのはエネルギーポイントじゃないですね。すなわちここの力でもってこういう回転運動をしているわけではないということですね。で、それを一つ理解していただきたいですね。クラブのエネルギーというのはあくまでもグリップに与えている、その結果ここが動いてくるということなので、ここ自体が動力になって動いているわけではないということですね。なのでこのような動きというのは基本的にこのジョイントの部分のこの角速度っていうのは変わらない、あまり変わらないというような状況なわけです。これがスイングですね。それに対してこちらから先はですね、実際はテイクバックをしてダウンに入ります。そしてインパクトを受けてこの辺の P6 あたりから急激にリリースとともに速い円弧を作っていくと、この角速度ですね、この角速度が急激に、高まっていくというプロセスになるということなんですけども、この状況からですね、このボールを打つのにまずこのグリップを引っ張っていきますね。これグリップを引っ張っていくということなわけですよ。そうしてグリップを引っ張っていくエネルギー方向っていうのはグリップエンドを引っ張るという、グリップが向いている方向にグリップエンドを引っ張っていくということですね。これは 2D ですね。この平面でやってるので 3D だともっと複雑になりますけど、そのようなことです。で、それで引っ張っていく、そしてこれがリリースされて解放していくと重力とともに偏重心特性でもってクラブヘッドが前に出てくるんですね。そしてこのように前に出ていって、そしてこの辺りから急激にこのゴルフクラブが前に出ていく関係性でこのようにハンドファーストに当たっていくということになるんですけども、じゃあその時にですね、この辺から急激にゴルフクラブがいわゆる正しいエネルギーをグリップに与えて引っ張ってきて、そしてクラブが前に出ていくというようなクラブ挙動を実現することができれば、実際はこの P6 の後のこの辺の段階でですね、クラブは一旦ラインナップして、そしてこのクラブヘッドの方が先に出ていくっていう状況になりますね。で、そのプロセスの中で実際は当人の感覚としてはこのこちらの腕側が減速しているように感じるってことですね。すなわちゴルフクラブがテイクバックをして正しいエネルギーを与えてダウンに入っていく、そしてそうしましたらこのクラブヘッドが勝手に前に重心管理をしていれば前に出ていく。で、そのプロセスの中でこのクラブヘッドがこの腕とシャフトがこうラインナップしてくるあたりから急激にクラブがどんどん前に出てくるので、そのプロセスの中で人によっては
この腕を減速させてるように感じるし、またはクラブを行かせてるように感じるし、それは人のそれぞれの感覚なんですね。なので確かに左の壁を意識して止めろっていうのもまんざら嘘ではないということなんですけれども、そのプレイヤーがですねどのように感じるかどうかは別にして、実際はデータを取りますと、この P6 以降のこのインパクトまでのプロセスは、これはほぼ効率的なプレイヤーほど自動化されているんですけれども、データ値としては最高のガンマフォースが与えられて引っ張ってるっていうことになるんですね。なのでグリップ自体は実際はこのクラブの挙動の関係で減速していきますけれども、エネルギーとしては強大に引っ張り続けているというようなことになります。この二重振り子、この腕の振り子のこの第二視点を中心としたこの角速度の変化、そしてこの第一振り子のこのクラブシャフト側の角速度の変化、その二つがどのように関係するかをですねちょっと説明しますね。で、一つはこの角速度の変化、そしてもう一つはこのエネルギーポイントを伴ったこの第一視点の角速度の変化ですね。まずですね、その腕から先の角速度の変化っていうのはですね、ほとんど変化しないんですよ。ほとんどこのように一定に上がっていくということになりますね。それに対してこの腕の先、すなわち、第一視点から先のクラブの角速度の変化っていうのはこのような数値を取ります。で、この腕の角速度に対して、このシャフトが作り上げるこの第一視点の先の角速度がこのようにクロッシングしてオーバーしていく、この部分がですね、すなわちクラブヘッドが前に出ていくというような状況なわけです。この第二振り子側のこの腕の角速度の変化はほとんどありません。それに対してこの第一視点のこの角速度の変化ですねっていうのは最初はほとんどなくて、そして最後にランプアップしていくと。で、ちょうどこのクラブが第一視点とこのクラブヘッドがですね、この腕とともにこのラインナップしたあたりでですね、それを追い越していくってことですね。そして最終的にはクラブヘッドとともにこのようにハンドファーストに、ボールを打ち抜いていくと。で、このプロセスの中でこれ何度も説明してますけど、曲率半径の増大が最大限になっていくということですね。なのでこのプロセスではですね、このラインナップしてクラブヘッドが先に入っていくプロセスはですね、エネルギー値としての変化はあまりないけれども、外見的なこのグリップっていうのは減速します。それを自ら減速しているというふうに捉えるのはちょっと危険です。すなわちこの強大なエネルギーが発生したですね、このインパクト周辺でこのエネルギーをですね、プレイヤーはコントロールすることはできないからです。これあくまでもこの引っ張っていくこの特に切り返しの後に全てが決まってます。なので小林くんがおっしゃってたように、切り返しからですね、この持ちつきするこの P5 の段階でスイングが終わってるっていうのは正しいですね。それをもっとこのインパクトのところだけで感じ取ることができればですね、外見上はこのグリップは減速しているということになりますけども、これは自分が減速しているわけじゃなくて、ゴルフクラブのこの第一線側の角速度が腕の角速度の変化を超えていくから、だから結果としてグリップが減速しているということになります。ちょっと打ってみますけれども、じゃあ例えばですね、グリップを本当に減速させてる感覚でスイングをするということになると。通常であれば僕の場合は、この時点でスイングが終わってる感覚なんですけど、そうでなくて、ここでクラブを本当に止めてしまうと。
いう、まあ減速をさせるってことですね。それでクラブヘッドを活かせるために自分が減速をさせるということで打ってみます。このような形になります。これは基本的にクラブを減速させようとしたときに引くエネルギーをやめてしまったから急激にヘッドが落っこっていってしまったっていう話ですね。それともう一つ、今度はじゃあこのグリップを加速させようとした場合ですね。ここで終わってるはずのスイングをですね、さらにグリップを加速させてやろうというふうに打つとこのようになります。これは結果は右で行けってことですけども、これはすなわち典型的なハンドルドラッキングですね。すなわち、ここから引っ張るんだけど、さらに加速させようとした途端に腕ばっかりが先行していってしまい、そして最後に合わせざるを得ないという、これはマッチアップを強烈にしようということになります。もちろんこのような形でマッチアップの結果いいボールも正直打てますけれども、基本、再現性は確保されないということになりますね。なので先ほどの、腕とこのゴルフクラブの関係性、この角速度の、変化値、そのあたりに注目していただければ、実際はゴルフクラブというのはこの切り返しの時にこちらにエネルギーを与えたら、この腕自体の速度は変わらないけれども、クラブが勝手に重心管理をして、そしてクラブヘッドが前に出てくるというのはクラブ自体が作り上げて、そしてこの、第一線の先がですね、強烈に加速度をつけていくということですね。このプロセスがいわゆる第一振り子おじさんになるわけです。第一振り子おじさんですけども、これはそのこの腕の角速度に対して、この第一線の先の角速度がマックスになって、しかも一番いわゆる再現性の高い状況ということになります。まあこのようなですね、形になりますけども、この第一視点から先、第二視点からこの腕、この2つの二重振り子というのはですね、そのように理解していただければいいと思います。そうなるとですよ、はい、引きすぎても良くないし、はい、中途半端に引けても良くないしっていうことだと思うんですよ。で、以前僕は見てもらって こんな感じだよって、あのインパクトパックを叩いて、はい、あの多分1回目ダメだったんですよ。下手くそな引き下ろし方みたいな、はい、でタスクさんにこんな感じっていう風に教えてもらって、うまくピタッときた、うん、これ一人でそうなるとこうやった時に、正しくちゃんとこう弾けてる動作アクションできてるかっていうのが、うん、ちゃんと確かめるというか、ドリルみたいなのを教えてほしいなと思って、インパクトバックを叩くのもいいんですかね。あ、もちろん、あのただインパクトバックを叩くのはあの場所の限定があるし、音が出るしね。そうですよね。現実的にはちょっと難しいんだと思うんですよ、環境的には。はい、インパクトバックをですね使わないで、その感覚を一人で掴むとしたら、やっぱりレッド&ゴーがいいと思いますね。レッド&ゴーっていうのはこのクラブをレッド&ゴーということで、要するに止めていくわけじゃないですか。で、以前の動画ではやはりその初心者の方が、または中級者の方があまりにもボールがターンしていってしまうので、そうでなくて腕を下ろしてくださいということで、真下にレッド&ゴーをやってくださいというふうに言ったんですけど、厳密的にはこのグリップエンドの向いてる方向、すなわちこちらですね、斜め右下になります。なのでこのボールに対して正しく重心管理して、そしてテイクバックということになると、このような方向になりますよね。そうするとおそらくこの辺に対して落としていくということなんですよ。なのでそのようにレッド&ゴーってやっていただくということですね。特に上級者の方はですね、そのベクトルというのを維持しながらレッド&ゴーやっていただくということですね。なのでこれでこのグリップを向いてるあのボールの方向にレッ&ゴーですね。レッ&ああ、何でしょう。
まあこんな感じだと思いますね。まあ練習の仕方としては。ただですね、これもですね、いわゆる腕が落とせてる人、落とせてない人、それによって全然結果が違ってくると思うので、そこはですね、どうしてもいい球を打てないということであれば、もう少し、真下に下ろしていくとか、そのあたりで調整していただければと思います。はい、小林君、こんな感じなんですけど、まあ、ややこしいよね。いや、まあ、僕も大事だけど、うん、もうかけるさんとかも。あ、すげえ大事ですよね。そうね、確かに。うん、確かに。この間の動画でも、多分この話って、多分どこに下ろしていくかとか、うん、どう下ろすのかとか、そうですね、話メインで出てきたと思う。結局のところ、テイクバックして切り返しっていうことになると、やはりこの第一視点よりは、この第二視点のところが強調されやすい。このプロセスの中で、この第一視点が動かなくなって、最後にゴルフクラブ出てこないっていう人が多いんですよね。なので、このあたりのメカニズムを一旦理解していただいて、練習取り入れていただくということは、まあ悪くはないんじゃないかと思いますね。もう来週にはあれですね、かけるさんもレッドコーやってるかもしれないですね。もうね、しっかり今聞いてね、多分ね、密連すると思います。めっちゃ裏でやってましたね。めっちゃ今だって、撮影中にやってたから今。もうやる気満々ですね。かける君もどんどん上手くなっていくと思いますんで、勝負したいですね。あ、そうですね、はい、勝負できるといいですね、はい、はい、ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。はい、タスクゴルフ、今日もですね、動画ご覧いただきましてありがとうございます。この動画がいいと思われた方はチャンネル登録、そしてグッドボタンの方で、応援していただければですね、大変に嬉しいと思います。ということで、次の動画でお会いできたらと思います。ありがとうございます。タスクゴルフではゴルフサイエンスジェイコブ 3D について公式 LINE で情報発信をしています。ぜひ登録よろしくお願いします。